バーノン軍はアメリカ合衆国ルイジアナ州の西部中央に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は52,334人であり、2000年の52,531人から0.4%減少した。軍庁所在地はリーズビル市であり、同軍で人口最大の町でもある。バーノン軍はホートポークサウスショートに属し、 また、フォートポークサウスでリッター広域都市圏を構成している。リーズビル市にあるバーノン軍庁舎1871年3月30日、ルイジアナ州議会は、ナケテシュ軍、ラピッツ軍、サビーン軍のそれぞれ部分を合わせて、バーノン軍を創設する法案を成立させた。軍名の由来については4つの説があるが、1つだけが州によって公式に確認されている。 それは、ジョージ・ワシントンの邸宅である、マウント・バーノンにちなむものということである。その他の説は、民間の伝承ではあるが、一軍名をつけるために選ばれた委員の一人、ジョー・ムーアの持ち馬の名前であり、ムーアはその瞬速な馬の名前をつけることで馬と、同じくらい、迅速二軍が成長することを受け合うと主張した。イギリス海軍の官だった人気のある教師にちなもので、 ミスター・バーノンと飲み呼ばれていた。これは、バーノンの栄誉を称えるものではないが、委員のそれぞれが、自分の名前を付けたがっており、その論争を避ける意味合いがあった。3、これは1の説に近いものだが、委員たちが店で酒を飲みながら、名前を議論している時に、店の主人が貴重なウイスキーとその利益を守ろうとして、荷車をラバに引かせていた土地の男を呼び止め、その男が何というかで、 軍の名前をつけるべきだと提案した。その男は、このラバをバーノンと呼んでいる。この国で最も足が速いラバだからだと答えた。当初、バーノン軍の領域は、アメリカ合衆国とスペインの間で、領土論争のあったところであり、中立地帯と呼ばれていた。その論争が続いた結果、地域は無法者の避難所になっていた。1803年のルイジアナ買収以前、 この地域に入ってきた数少ない人々はフランス人とスペイン人の開拓者だった。ドクター・バーがバーフェリーの街を作ったのもこの時期だった。この街はルイジアナの玄関と呼ばれた。この街の近くに現在も砲台があり、南北戦争の時にノーラン・トレース・ソイの北軍の動きから守るために南軍病が駐屯していた。バーノン軍図・グンズ。 1895年軍の創設以来、一貫してリーズビルに軍庁舎が置かれているが、リーズビルが法人化されたのは1900年2月15日になってからだった。この町はエドマンド・イ、e、ースマート博士が設立したが、その父であるアール・スマート上院議員が南軍の将軍ロバート・イーリーにちなんで名付けた。町を設立したとき、土地は スマート博士の所有するプランテーションだった。現在もルーラ通りと第一通りの角にプランテーションの家屋が残っている。1890年代後半、軍創設時以来の主要産業だった製材業が1897年のカンザス式サザン鉄道の開通によって公共となり現在に続くものとなった。第一次世界大戦の後、 バーロン軍には二つの社会主義者の集まる町ができた。1917年に設立されたリアノデルリオ、コーペラティブコロニーとクリスチャンコモンウェルスコロニーである。これらのコロニーは、共有財産と労働を分かち合う実験を行う、目的で経済学者や社会科学者を集めようとしたものだった。この二つの中で、リアノデルリオが、住民1万人以上と大きく、長続きした。 どちらも不況に襲われた1930年代に、ついえた。1939年から1940年に行った演習直後の1941年、アメリカ陸軍がキャンプポークを開設した。このキャンプはすぐに、軍の経済でも製材業をしのぐようになり、軍庁所在地のリーズビル市人口が、キャンプ開設後に3500人から18000人にまで、 飛躍的に増大したことからも、その効果は明らかである。キャンプの名前は、ルイジアナ最初の、成功会司祭で、南軍の戦う司祭とも呼ばれた、レオニダスポークにちなんで名付けられた。このキャンプは、第二次世界大戦の間、主要な訓練施設として機能した。現在、フォートポークと呼ばれるこの施設は、国内でも5番目に、大きな軍事施設であり、広さは20万エーカーある。 兵士が常に移動し、軍に対する相互依存関係もあるので、多くの州や国の文化が混ぜ合わさり、真のルツボになっている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1342平方マイルで、あり、このうち陸地1328平方マイル、水域は13平方マイルで、水域率は0.98%である。 以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。バーノン軍図、バーノン軍教育委員会が、軍内公立学校を運営している。バーノン軍の公立学校はすべてバーノン軍教育委員会が運営しており、18の学校と1つのオプション学校がある。セントラル・ルイジアナテクニカル・カレッジ・ルイジアナテクニカル、カレッジが、ニューラノの南にあるラ・マーサルター・キャンパスを、 運営している。このキャンパスは、州内40カ所あるキャンパスの一つである。ノースウェスタン州立、大学ノースウェスタン州立大学は、泣けて手をおもとする4年生公立大学であり、ルイジアナ大学システムに属している。そのリーズビルホートポークキャンパスは、ホートポークの州道467号線沿いにあり、バーノン、ボーリガード及びサビーン各群さらにホートポークの 軍人社会から学生を集めている。2年間の準備期間に加えて、純学士、学士、修士の学位を取得できる。フォートポーク教育センターフォートポーク教育センターでは、軍務にある者、軍人の家族、防衛省職員、退役軍人、防衛省との契約者及び、地元市民に向けて、教室、遠隔学習及びオンラインで、自己開発の機会を提供している。 教室を使う市民の学生は、アメリカ国道171号線近くの主玄館を通ることが求められている。セントラルミシガン大学セントラル、ミシガン大学は、ルイジアナを本拠にする軍人の教育需要に対して1981年から教育を提供しており、現場では修士を、また、オンラインでは、学士から博士までの学位に対応している。 ホートポークで世界の舞台に兵士を送る前に訓練を行っているように、セントラルミシガン大学の学位取得プログラムは、兵士が軍事とさらにその先で経歴を積むことができるようにしている。セントラルテキサスカレッジセントラルテキサスカレッジは、公立の自由入学生、コミュニティカレッジであり、学術、専門、職業、技術分野で、純学士の学位や資格認定を行っている。 ポートフットに近いことで小さなジュニアカレッジから軍隊に入る前のカレッジまで関わっている。全国の4年生大学との合意に基づいて2年生から4年生への転換も扱っている。ルイジアナ州立大学ルイジアナ州立大学は一般教養の修士課程大学である。アッパーアイオワ大学アッパーアイオワ大学フォートポーク校は 地域の軍人と民間人向けの教育を行っている。1995年に開設され、9つの学科で科学学士を提供している。授業は遠隔教育とも組み合わされ、他に11の学科を履修できる。資格取得コースもある。学校年の間は5回の8週間プログラムで教育している。夕方や週末にも開講される。ありがとうございます。